はい今日はねめちゃくちゃ大事なんだけど僕の中でもねまだまとまりきってない,ない内容なんですけどもそれでもまとまりきってなくてもやっぱり言った方がいいよなってできるだけ多くの人に考え始めてほしいなって思ってる話をしようと思います、えー、結論から言うと一生懸命仕事をすることよりもビジネスモデルを考えることを先にやろうよっていう話です、えー、これビジネスモデルって学ぶ 機会がないんですよね。なんか、社会人として大切なことって、いわゆる、こう、なんだ、上司の言うことを素直に聞きましょうとか、返事をちゃんとしましょうとか、えー、報告、連絡、相談、ほうれん草をしましょうとか、名刺の渡し方とか、まあもちろん、それも必要なんだと思います。特に B2B のね、世界においては、特にあの、年配の方とお付き合いする上では、そういうこう、態度みたいなのってすごく大事だと思うので、僕、それ否定しないです。 僕自身そういうのちょっとあの、重要視して、してるかな最近知らなくなってきたけど。まあまあ、あの、もともとそういうのは必要だと思ってます。大企業、マクドナルドで働いてたぐらいですからね。そういうものの重要性も知ってます。そこで取りこぼしちゃったら本質までいけないですからね。なんだけど、まあこの、 なんていうんですかね、ブーカの時代と言われている。つまり、これをやってればもう大丈夫っていうものってないんですよ。大企業にいれば大丈夫とかないし、車の業界にいれば大丈夫っていうのもないし、公務員だったら大丈夫っていうのも怪しくなってきてるなと。まあ、公務員もまだ大丈夫か。あの、金融関係だったら大丈夫とかあったと思うけども、もう金融関係全部危ないじゃないですか。だから、もうね、未来ここが間違いないっていうものはなくなったんですよ。 で、それって悲観的なことじゃなくて、これなんでここにいれば大丈夫っていう神話が崩れたかっていうと、僕単純に時代の変化のスピードが劇的に速くなったというふうに捉えています。だって15年前は私たちスマートフォン持ってなかったんですよ。もう忘れてるんじゃないスマートフォンがなかった時どんな生活をしていたか、電車に乗るときどうやって乗っていたかとか。 えっと、宿泊施設、ホテルをどうやって探してたのか。えー、彼女と待ち合わせするときにどうやって待ち合わせしてたか、もう忘れちゃってませんタカが15年前なのに。もうね、世界中の人類の生活習慣を根底から変えたの15年前なんですよ。タカが。まあ、そんな中ビジネスずっと同じことをやってるっていう方がクレイジーじゃないですか。だってあの、世界ナンバーワンの企業。ね、日本企業。 トヨタさんですら、最初は、ま、織物の機械を作ってた会社なわけですよ。だけど、モータリゼーションといって、人類が車に乗るようになって、車屋さんになって、世界ナンバーワンになってるわけですね。その時にトヨタさんが、いやいや、もう自分たちのこだわりを捨てちゃダメだーって言い続けたら、世界のトヨタはいなくって、多分、今頃、アメリカが、うん、世界中の車のほとんどのシェアを握ってたんだと思うんですよ。 それぐらいやっぱりビジネスモデルっていうものを先に考えてそのビジネスモデルをちゃんと選んだ中で努力をしていかないとその努力のほとんどが無駄になるんだと思います今からガラケーに命を懸けちゃダメっていうことなんですよねまあそれぐらいビジネスモデルのことを考えるっていうのはまあ本当 は日々考えた方がいいと思いますでも、少なくとも数年に1回数ヶ月に1回は考えずでもね、数年に1回の変化に見えるんだけどこれ、日々考えてないと1年に1回考えても何のアイディアも出ないし情報不足になっちゃうんですよ毎日情報をちゃんとインプットしてそして毎日思考力を鍛えて それが1年に1回3年に1回, 5, 回の5年に1回のビジネスモデルの変革を起こせる自分になるっていうふうになってると思いますでねちょっと一つだけ具体的な事例を挙げるとするならばこれまあ、まあ、キングコングの西野晃さんの話とかすればもう永遠にこの話できるんですけどまあ僕の放送なので僕の事例で言うならば僕ねちょうど2年半ぐらい前かなコロナ禍に入ってすぐあたりの時にうちの会社のナンバー2ヒロキングにこう言ったんですよ コミュニティ作るぞって、で元々はオンラインサロンはやってたんだけどオンラインサロンの中でもコミュニティの力を強くするオンラインサロンを作るぞとかコミュニティをもう一度作るために全国回るぞって言ったんですよ。 でもちろん世の中はまだまだねテレビを中心にコロナ、コロナ、コロナつって地方は特にそうだったし高齢者の人は特にねコロナなのに人が集まるところに行っちゃだめみたいな雰囲気があったのでなかなか苦労したんですけどそれでも僕は基本的にコミュニティ作りにこれから軸足のものを力を入れていくぞって言ったんですよね。 で、今、まあ、コミュニティ作り、パーフェクトにいってるとまでは言わないけど、やっぱ思った通りにコミュニティがめちゃくちゃ盛り上がってるんですよ。まあ、具体的に言うと、オンラインサロンのカモビズとか、Web3 おじさん、1万人育成計画の Web3 おじさんだったりとか、もう未来の話をするならば、12月21日のトヨスピット歌手デビューに向けて、コミュニティ作りにも取り組んでおります。半年以上前からです。 あまあ、具体的に言うと無料の、えー、12月21日、トヨスピットデビューライブ無料 LINE ていうのがあって、ぜひこれと無料なので登録してください、この無料の LINE があって、そしてさらにヘッツっていうファンクラブを有料で、ね、作って。 そして次に今度は、えー、有料ボランティアスタッフの募集と始まってもうコミュニティだけでも3段階です歌手デビューする12月21日のイベントのためだけにコミュニティ3つ作りにかかっていますそれぐらいもこれからはコミュニティの時代っていうふうに決めて動いていますこれはもう完全に時代の変化なんですよね別に僕がそれを作りたいというよりも時代がもうコミュニティを求めていることは間違いないんですよ これ何度かねもしかしたらボーイ誌でも喋ったかもしれないし僕のビジネス実践塾2デーズは絶対この話するしカモ・ビズの中ではこの議論何回もしてるんですけれども時代の変化を捉えるってビジネスモデルを作る上でめちゃくちゃ大事大きな流れで言うと組織の時代から個人の時代になりそして現在はもう完全にコミュニティの時代です 組織の時代の代表で言うとテレビですね。テレビっていうのは組織じゃないと作れなかったんですよ。放送作家の人がいて、プロデューサーさんがいて、ディレクターさんがいて、カメラ撮影する人がいて、音声さんがいて、そして舞台監督がいらっしゃって、そして俳優さんがいらっしゃって、アナウンサーさんがいらっしゃって、そして撮影したものを編集する編集マンがいて、それを配信するための広告業者さんがいっぱいいて、組織でやっと1個の商品を作る。 それが個人の時代になって代表例 YouTuber ですね YouTuber は今言ったこと全部一人でやるもちろん売り上げは小さくなりますがその分総取りなのでもう数億円から数十億円プレイヤーがバスバス出て才能のある人みんな YouTuber になるテレビに行かない YouTube に行くもちろんねお金が集まるところに才能が集まるの法則がありますのでじゃあそして今はどうなったかもう YouTube の時代が終了します ユーチューバーの時代ではなくて個人の時代じゃなくてコミュニティの時代もう NFT なんかめちゃくちゃわかりやすいですね NFT ってたった一人で成功してる人いないんですよいないっていうのは生まれてないんじゃないですよ一人でチャレンジした人いっぱいいるけどもう消えたんです一年未満で消えてるんですよ個人で戦った人それぐらい個人はもう弱いんですコミュニティが強いんですということはこれからあなたがどんな業界で働いていようと コミュニティの時代になったことを無視することはできない。ねえ、キング・ゴングの西野廣さん、見てくださいよ。エンタメで映画とかね、ミュージカルとか歌舞伎とか絵本とかね、ねいっぱいやってらっしゃるじゃないですか。もう今ではね、ダイエットのコミュニティも作られましたよ。さすがだなと思って。やっぱもうコミュニティの時代なんですよ。コミュニティを使って多くの人を幸せにした人だけが活動を続けられるです。抽象化するとね。 このことをやってますかってことを自分に通ってほしい回です今日はあなたは自分の仕事でコミュニティをどれぐらい重要視してコミュニティ作りにどれぐらいのコストをかけてますかですかけてないならばあなたの業界やあなたの会社あなたのチームは弱くなりますそれぐらいビジネスモデルから考えるっていうのがビジネスではとても重要だということですでまあ今日の話はここまでなんですけど時間の関係もあってでこういう 普段から時代の流れを捉える感性、そしてその時代をどう捉えて抽象化するか、さらに抽象化しただけじゃなくて具象に落とし込んで実際にビジネスにちゃんと転用して自分の人生の佇まいを整えるかということを繰り返しサイクルにしているオンラインサロンが カモビズになっておりますもう最後は宣伝をいたしますたくさんの人に成功してほしいし死んでほしくないビジネス的に死んでほしくないからもうカモビズに入ってるとこれ毎日1年365日思考力トレーニングやってるんですよ だから、いざ時代の流れが変わった時や自分の会社の危機になった時に決断ができるっていうふうになっております。人生のたたずまいやビジネスの成功のためにはぜひ活用してほしいです。まあ、毎月1日、2日、3日の3日間しか入会できないオンラインサロンなので、順番待ちの無料の LINE があります。これポチッとしておいてください。今日全員しておいてください。そうすれば、機械損失は避けられます。ということで、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。 せーの、いいね。